どうもマクロジオンです。2024年一発目はどでかいこいつをお届けします。ただし今回は仮組までとなります。どでかいのでご了承ください。仮組でもどでかいこのキットのインパクトは最強です。さて今回のキットは本チャンネルでもたびたびお届けしているバンダイの三変形キットのメサイアバルキリーとなります。メサイアのある時です。本チャンネルでもスーパーパック搭載アーマードメサイアをすでにお届けしておりました。しかしながらバンダイのこの三変形キットの作成動画まではお伝えできてなかったので、満を持たしてこの2024年の序盤に持ってきた次第です。新年にふさわしいキットではないかと思ってます。まあ実を言うとかなり寝かせてたキットでして、そのパーツのボリュームからなかなか作る気が起こらなかったものでもあります。同じキットでオズマお兄ちゃんのアーマードメサイアもずっと寝かせてます。まだ寝かせる予定です。この機体は劇場版マクロスフロンティアの機体となります。アーマードとのごつさとは違ってスタイリッシュな力強さ感じる機体です。なんとなくデュランダルっぽいですよね。ちなみに説明書によると、このトルネードパーツは大気圏内外兼用のようです。まあ難しい話は点で分かりませんが、とにかくこのパーツのボリュームが大変げんなりなキットなのですが、後ほど仮組姿をお届けしますが、そのかっこよさは抜群です。さてこちら機種を組み立てた状態となります。三変形キットなので先っぽは折りたためます。もうこれだけで男心くすぶります。またこのタイヤ収納部も開閉します。たまりません。ただタイヤ自身の収納はできませんがね。こちらはアルトの頭です。いつ見ても赤と黒と白のカラーリングが洒落てます。かぶりてますね。さあお待ちかね、いつもの VF215 とは違う脚部です。そうです、太ももがでかいのですよ。またふくらはぎ部もいつもと違うものがついてますね。カバー開けても何もないところがまた気持ちを揺さぶります。足の可動も素晴らしい。これが美しいが多くを演出するはずなのですが、久しぶりのせいかが多くのハの字に今悩んでます。機種に翼を取り付けた状態です。このままでは何のことやらだと思いますが、これがこのキットの醍醐味です。この構造がほぼ完全変形を可能にしております。改めてこの構造すごいですよね。昔作ったなぁという方もこの動画にて再度懐かしんでいただけると幸いです。データちょっとトルネードパーツ搭載してます。いやこれだけでもかっこいい。でかいカメラギリギリですよ。でもこれで満足してはダメです。今からです。来ますよ、どでかいの。データ大興奮のトルネード翼パーツ、いいですね。まあ最近デュランダルで同じようなの出たのですが、このサイズでこのパーツは最高です。ちなみに東方も初めてなので、このパーツを翼閉じた状態で装着するの知りませんでした。にしてもでかい、でかいは正義。アーマード以来の感動を覚えましたよ。最初はちょっと億劫になってたのですが、このパーツでやる気がよみがえりました。さあ申し訳ないことにでかいので、今回は仮組状態でのお届けとなりますが、どうぞご覧ください。トルネードメサイアバルキリーです。まずはファイター形態となります。アーマードほどボリュームはないものの、基本メサイアーより重厚感があり、シャープなおしゃれ感漂うキットです。無塗装かつでカールを貼っていないので、なんか物足りなさが漂う中、バーニアのゴールドがアクセントとなってます。しかしながら単色ではなくホワイト、ブラック、その他カラーのハーモニーが哀愁さえも感じさせるようなすぐ未完成品となっております。さあお待ちかねがウォーク形態となります。ファイターに足と手が生えただけじゃないかと思いのあなた、
マクロスをもう一度見てみてください。きっと思い出すはずです。が多くのロマンを。それでもピンとこないあなた、感性が素晴らしい。そう、ハの字が微妙なことに気づいてますね。この画像のが多く、ハの字への意識が全くない。ちょっと残念な画像です。そんなはずではと、昔の動画を見返すと、確かにこのキットパの字が微妙なんですよ。何度も脚部を確認しました。でも理想のハの字ができません。ということで現在調査中です。かなり頑丈なキットなので、ハの字回収を試みようか、強引に足を広げるようにしようか悩みに悩んで、あ、これは時間かかるやつだと思ったため、ひとまず動画を作成する運びとなりました。なので完成品は今しばしお待ちください。いかがでしたでしょうか。今回はトルネードメサイアのすぐみをお届けしました。バンダイの Q3 変形キットということで、かなりどでかい機体で最高のキットです。ハの字問題があるので完成には時間かかりそうです。最後までご視聴ありがとうございました。本年もよろしくお願いいたします。